今回の企画はコンビ対抗ガチクイズ。いいっすか？クイズっすか？ボロカツだろこんなもん。いいっすか？我々でもただ東大ですけど結構工学歴が割と多い。鹿島学に関しては慶応大学で、ね、で一番実は青学と早稲田で。今が教員免許持ってる。学歴じゃなくなったけど。大卒。大卒な。栄養士免許。栄養士免許。女子大が。現役の大学生。今も勉強しているという。勉強今も勉強している。あれで俺らがしてないみたいな。そういうメンバーでもバチバチやっていこうという形になっております。デッチボックス対白鳥町からやっていきましょう。じゃあ第1問いきます。問題どうぞ。問題、その社名はバイエルン州のエンジン工場を意味する。 BMM BMW バイエリッシュ・モトーレン・ベルケの頭文字であるドイツの自動車メーカーはどこでしょう。BMW ベルケの頭文字すごいね。うわぁ、デッチボックスが1ポイントしてる。落とせないか。どうする、これ行くかお前。ちょっと調子悪いわ。さすがにさすがに調子悪いか。大変なこと言っちゃえばもう問題お願いします。はい、ミキさん。俺らの世代すぎる。問題、高村光太郎の場合は童貞がこれに当たる。小説家などが世の中に初めて。ごめんな、肖像作。うわぁ、すごいよ。申し訳ない。すごい押し出す。これはちょっと大番狂わせか。どこからさすがに。BMM じゃないんだよ。さすがによ。とりあえず今の問題最後まで。はい。高村光太郎の場合は童貞がこれに当たる。小説家などが世の中に初めて発表した作品のことを何という。なるほどね。はい。童貞の逆みたいなところから。普段逆。2対0でデッチボックスの勝利。これはいいんだよ。先生はエヴァ対オシマックス。問題、アイドルグループフルーツジッパーの楽曲ハピチョコの歌詞が元ネタであるとされる。なぜなぜ。すごい、ハピチョコの歌詞が元ネタであるとされる TikToker モモランドアリサによって流行した疑問や不満を可愛く問いかけるフレーズは何でしょう。あれモモランドアリサ。そして回避。いやまだ1問か。でもこれはめっちゃ簡単に。まだ大事これ頼む。マジ頼む。俺がいけるな。俺答えれる。頼む。どうしていこう。お願いします。うの問題、あなたと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 オリオン座。何回欲しいんだと。お前何回欲しいんだと。押しとけ押しとけ押しとけ。何だっけ。一旦思うこと言ってるよ。あなたとあなたとあなたと。チュウさん。わあ、やった。何だったの問題。あなたと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 あなたでオリオン座と冬の大三角形やトーン、ナン、シャーペイ、ハクハツ、チュン、ラーメンマンなどのギャグで知られるお笑い芸人は誰でしょうか。芸人か。オリオン座を犯したんだけど。問題、
新型コロナウイルスの感染症対策として COVID-19 ガチです。小池百合子、あ、いいよいいよ、どんどん行こう、問題行く、ファーストの回抜かれた、正当に強いな、さすがに、はい、どこだ、コロナビール、あ、いいよいいよ、まだ行く、これはバクシン。バクシンね、もう一回いい発想、いい問題、感染症対策として広く使われた3密とは、うわ、どっち、どれだ、どれ言う、どっち、どっち、どっちだ、どっち、どっち、正義が早かった感じするか、次行こう、密集、密接、密入国、どうだ、どうだ、どうだ、いけるか、こんな密接、よっしゃー、1個、なんで1個なんだ、なんで MV だった、一節も言ってたけど密入国がないから、何々何々何でしたの、多分そうなんだよ、なるほど、なんか聞いてみようか、三密とは密閉密集と何でしょう、ほらよくあったじゃん、そんないか、これちょっとどうだ、いい問題、いい問題だよ、勝者エヴァか、決勝進出じゃん、決勝進出よ、決勝進出、よしよし、密接か、もう一回クイズ楽しいね、これね、これ楽しい、普通に楽しい、ナイスしていきましょう、アディオス対デッチボックス、もう一回準決勝、楽しいな、この2人で OK、 いいよいいよいいよ、行きましょう、じゃあ準決勝、じゃあ早速問題いきましょうか、問題お願いします、いきましょう、問題、有名シチェーン松屋のロゴマークで赤い丸はお盆、頑張り、これお盆と牛牛おいくお盆お盆お盆赤い丸はお盆、青い丸は牛めしの丼を表していますが、黄色い丸は何を表しているでしょうか、特徴ある、他の牛丼チェーンと明らかに違う点があるんだよ、そういうところあるじゃん、松屋静脈、そういうことだよ、こっから赤くて、ここから黄色くなるってこと、なんか国旗のメッセージ的なそのサプライチェーン、こういうもんはいいな、こういうもんは話しちゃいいな、黄色い丸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 、仕入れてくるね、目玉焼き、お前卵で、そうです、そうです、そういけるって、いけるいけるいける、ゆで卵、卵を仕分けられないけど、そう、ひよこ、出します、これ行った時に出てた、じゃあ一回ラスト1ヶ月答えた、もしこのやり方はもうこの問題に終わりましょうか、スイートコーン、味噌汁、味噌汁、お前ひよこだったやつだ、気をつけよお前、気をつけよお前、問題、2018年にレコード大賞を受賞した乃木坂46の楽曲と、ガールズルール、いいですよ、ここからまだどんどん押します、押します、と2022年 M1 セミファイナリストとなった西野亮太郎と吉岡によるお笑いコンビに共通する、あ、もうあるでしょ、もうシンクロニシティ、やるね、お笑い強いね、よし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 、おい、
何いやいや、お前バカなのか、お前バカな感じする。そうか、これで1対1、1対1、どっちが決勝いけいけいけ、3問目お願いします。問題、新大阪や新横浜など日本には新から始まる駅が多くありますが、その中で1日あたりの乗降者数が最も多い駅はどこでしょう。新川崎。どこだよ。どこだよ。わかんない。終わんねえぞ。新斎橋。わかんねえぞ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 。ちょっとなんか声だけを恥ずかしめるタイミングで絶対俺が話してるわ。震災橋めっちゃ心やね。めっちゃ心やね。多いよ多いよ。2対1でアリオスの勝ち。決勝はアリオス対エマ。じゃあ、佐藤と宮戸で決勝戦ですからね。じゃあ、まず1問目いきましょう。お願いします。問題、ゲームポケットモンスターでは天気によって、すごいラプラス。いや、いいトライ、いいトライ、いいトライ。ボアル。ボアル、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 ガンガン行こう。行きましょう。行きます。天気によってその回復量が変化する技名として使われている。光合成。お前強いか。お前強いよ。めっちゃ大変じゃないですか。1対0。早く顔じゃない。行きます。問題の続きを見ます。技名として使われている、地球上のほぼ全ての酸素を生み出している植物の生化学反応は。いい問題出すね。じゃあ2問目いきましょうかね、はい、お願いします。問題、その動きはプロレスラー武藤敬司の動きを参考に作られたというお笑いコンビアンガールズが。ジャガジャガ。うわっ、やばいやばいやばい。お笑い好きなのめっちゃ。自分こぼと帰るのにめちゃくちゃ面白い。いい近くなりましたよ、これで。どうだ、いい。アンガールズがネタの間にブリッジとして挟む彼らの代表的なフレーズです。ジャガ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 。ブリッジをかけた状態で2対0。じゃあ3問目お願いします。先輩レジ見せてよ。問題、アナログ時計の針が両方とも一番上を向くことが語源とされる芸能界で深夜0時を指す。てっぺん。おー、あるよ、こっちあるよ。2対1。連続でいくか。じゃあ4問目いきましょう。お願いします。問題、夫はテレビ番組全力脱力タイムズなどのプロデューサーを務めるナシロラリータである。著書に大食いハッピーダイエットなどがある女性タレントは誰でしょうか。アミカ。アミカ。アミカじゃねえ。ロシアン佐藤。ギャルソネ。おー、来たよ来たよ来たよ。落ち着いたよ。落ち着いたよ。4問目だ。マジで。じゃあこれ俺が、俺しか答えないぞ。 OK、 じゃあこの2人で行きましょう。じゃあ5問目お願いします。問題、浅尾美和がテレビ番組ロンドンハーツの企画で名前を間違えたことをきっかけに。ノブ小池。名前を間違えたことをきっかけに2013年から約1年間ほど千鳥のノブが名乗っていた芸名は何でしょう。あったわ。いろはに千鳥では大山本っていう表記が出てたりもして。そうですね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 。あれいいよな。ということで優勝はアリオス。ありがとうございます。BMA Vol.2 コーナー勝者がウィニングマンザで締めるライブでした。皆さんありがとうございました。